こんばんは、キョウキョウです。さて本日は、フライバイワイヤー A さんに NX エクスペリメンタルバージョンのフライトコンピューターに実際のフライトプランを手打ちして入力するやり方をご紹介したいと思います。A さんに NX のフライトコンピューター MCDU に特化した内容となります。今回のフライトプランです。今回は成田空港から出発したいと思います。使用するシドについてはテトラ8を使います。着陸する空港については広島空港となります。使用するスターについてはミセンを使用し ILS10 で着陸いたします。残りのルートについてはこのようになっております。今回はフライトコンピューターに何も情報が入っていないところからスタートしたいと思います。コックピットの方にやってまいりました。機体の電源をつけたいと思います。オーバーヘッドパネルを確認していただき、バッテリー1、2とエキスターナルパワーをオンにしてください。ADIRS をナブにしてください。ナブライトをオンにします。シートベルトサイン、禁煙サインをオンにしていただき、非常口サインもオンにします。フライトコンピューター MCDU にフライトプランを入力していきたいと思います。まず最初に FMGC を押してください。イニットを押してください。一番下に GPS プライマリーロストまたは GPS プライマリーという文字が出てきます。この文字を消すためにクリアを押してください。なお一番下の部分はスクラッチパッドと呼ばれます。まず最初に出発する空港と到着する空港の内容を入力いたします。出発する空港の4桁コードを入力します。今回は成田空港にいますので RJAA となります。そしてスラッシュを打っていただき到着する空港の4桁コードを入力します。今回は広島空港に着陸いたしますので RJOA となります。入力が終わりましたら From スラッシュ2と書かれた右側を押してください。そしてこの画面が出てきます。リターンの左側を押してください。これで出発する空港と到着する空港の内容が入力できました。オルタネイトと書かれた部分にもし広島空港に着陸できなかった場合の代替空港を入力します。今回は関西国際空港にいたします。関西国際空港の4桁コード RJBB を入力してください。入力が終わりましたらオルタネイトの左側を押してください。フライトナンバーに便名を入力してください。次にコストインデックスを入力いたします。このコストインデックスは1から999までの値が入力できます。数値を低くいたしますと燃費重視の飛行に、数値を高くいたしますと飛行時間が短くなるような飛行になります。今回は例として15を入力いたします。クルーズフライトレベルに巡航高度を入力いたします。今回の巡航高度は3万3000フィートとなります。3万3000フィートを100で割った330を入力してください。クルーズフライトレベルの左側を押してください。もし巡航高度の温度がわかるようであれば330の後にスラッシュを打っていただき温度を入力してください。マイナスの温度を打ちたい場合は0の右隣にあるプラススラッシュマイナスのボタンを押してください。入力が終わりましたらクルーズフライトレベルの左側を押してください。画面に映っているイニットのページの入力が終わりました。イニットの編集できる部分は2ページ分存在しており、先ほどまで編集していたこの画面はページ A となります。ページ B に切り替えるために MCDU の左右のキーを押してください。こちらがページ B となります。右上に ZFW/ZFWCG というものがあります。ZFW については Zero Fuel Weight の略です。CG は Center of Gravity の略です。この ZFW/ZFWCG に燃料が入っていない場合の重量、重心を入力します。この数字については自動で入力を行ってくれます。ZFW の右側を押すことでスクラッチパッドに値がコピーされます。同じ場所をもう一度押しますと数値を入力することができます。ブロックに搭載燃料を入力します。搭載する燃料についてはこの部分を確認してください。今回乗っている機体についてはポンドではなくキログラムとなっております。もし重量をキログラムではなくポンドで表したい場合 EFB を開いていただき歯車マークを押してください。エアクラフトコンフィグレーションを確認してください。そして
ウェイトユニットにキログラムまたはポンドという表示がありますので、ポンドに切り替えてください。今回の説明についてはキログラムで進めたいと思います。MCDU に入力する燃料の量についてはキログラムではなくトンに変換して入力する必要があります。今回搭載した燃料は9520kg なので 9.5 トンと入力しておきます。これで B ページの入力が完了しました。なおエンジンをかけてしまいますとこの B ページにはアクセスできなくなるので注意してください。次にフライトプランを確認いたします。 F プランを押してください。まずは成田空港を出発し、その後の指導を入力いたします。 RJAA の左側を押してください。デパーチャーを選択してください。離陸に使う滑走路を選択いたします。今回は16ライトを選択いたします。次に指導を選択いたします。今回の指導についてはテトラ8を使用いたします。この表示している部分にテトラ8がありませんので、 MCDUの上下のキーを押していただき、テトラ8を探してください。テトラ8が見つかりました。テトラ8の左側を押してください。トランスでテトラ8の出口を選択することができます。今回はエンパーを選択いたします。エンパーの右側を押してください。インサートを押すことでフライトプランに離陸経路を挿入します。エンパー先の巡航ルートを入力していきます。エンパーの左側を押してください。エンパーの次はヤンキー16を通りテペックスに向かいます。その後ヤンキー88を使いスガルに向かいます。航空路の入力を行うためにエアウェイズの右側を選択してください。ビアに航空路を入力いたします。次の航空路はヤンキー16となります。右側に航空路の出口を入力します。ヤンキー16を通りテペックスに向かうためテペックスを入力してください。次にヤンキー88を通りスガルに飛んでいきます。ヤンキー88をビアに打っていただき、フーにスガルを入力してください。ここで一旦フライトプランにルートを反映するためインサートを押してください。 MCDU の上下のキーを押してルートを確認してください。問題ないようなのでルートの続きを入力していきます。スガルの次は嵐というポイントに向かいます。この間は航空路が入っていませんので DCT ダイレクトが入っております。A32NX で DCT のルートを入力する場合2つ方法があります。まず1つ目がこの画面で嵐と打っていただき、スガルの下に入力をしてください。もう1つのやり方です。スガルの左側を押してください。嵐を入力します。ネクストウェイポイントの右側を押してください。以上が DCT のルートを挿入する2つのやり方となります。入力したウェイポイントが2つ存在している場合この画面が出てきます。各ウェイポイントの上に現在飛行機がいる場所からどれくらい離れているか距離が表示されます。近い方のルートを一番上に出してくれます。今回は227ノーティカルマイルの嵐を選択いたします。なお各ウェイポイントの右側に緯度と経度が表示されていますので参考にしてください。スガルの次に嵐の入力ができました。インサートを押してください。残りのルートを入力していきます。嵐の左側を押しエアウェイズを選択してください。嵐の次はヤンキー20を通りハーミーに向かいます。最後にヤンキー202を通りアムロに向かいます。インサートを押してルートを確認します。着陸する方法とスターを入力します。到着空港 RJOA の左側を押してください。アライバルを選択いたします。今回は ILS10 で着陸いたします。 ILS10 の左側を押してください。スターを選択いたします。今回使うスターについては未線となります。未線が表示されるまで MCDU の上下のキーを押してください。未線が見つかりましたら左側を押してください。アプローチビアでアプローチが開始される地点を選択することができます。今回はその指定がないのでノーと出ております。ここまで設定が終わりましたらインサートを押してください。大きな空港に着陸する場合スターの開始地点をトランスで決める場合があります。ルートを確認しながら決めてください。リターンを押してください。出発する空港から着陸する空港までの入力が終わりました。フライトプランの確認を行います。正面を向いていただきアークのダイヤルをプランに回してください。ナビゲーションディスプレイの表示が切り替わります。縮尺を変えたい場合はその右隣にあるダイヤルを回すことで変えることができます。
MCDU のフライトプランを開いている状態で上下のキーを押しますとルートを確認することができます。途中までフライトプランを確認しますとルートがつながっていませんといった表示が出てきます。ナビゲーションディスプレイを確認するとルートが切れていることがわかります。ルートの接続のやり方です。クリアを一度押していただきルートがつながっていない部分を選択してください。これでルートがつながりました。最後まで確認していただき着陸空港までのルートが切れていないか確認してください。エンドオブフライトプランでフライトプランの全工程が終了します。次に離陸のパフォーマンスを設定いたします。パフォーマンスを押してください。トランスアルタテュードを入力いたします。日本の場合は 14,000 を入力してください。離陸に使うフラップを入力いたします。今回はフラップ1を設定いたします。1を入力した後フラップスの右側を押してください。もし離陸に使うフラップとピッチトリムを設定する場合は離陸に使うフラップの数字を入力した後スラッシュを押します。 DN またはアップを押していただきその後ピッチトリムの値を入力してください。フレックステンプを入力いたします。このフレックステンプについては A さんに NX の場合マイナス99からプラスの99まで入力することができます。数字を大きくいたしますと離陸に使う推力を上げることができます。今回は例として55を入力いたします。 V1、VR、V2 を入力いたします。こちらは各それぞれ左側を2回押していただくことで入力することができます。ラドナブを押していただき LS の部分に着陸する空港の ILS 周波数が入っているか確認してください。イニットのページをもう一度確認しクルーズフライトレベルを確認してください。アルトのノブを回し巡航高度33000に合わせてください。出発する際はプランに回していたダイヤルをアークに戻してください。ウェイポイントの削除のやり方です。今回はカミーというポイントを消したいと思います。 MCDU のクリアを押していただきカミーを押してください。ルートがつながっていない表示が出ましたのでこれを直します。クリアを押してルートがつながっていない表示の左側を押してください。これでカミーというポイントを削除できました。次に高度制限を追加するやり方です。今回はアムロに高度制限8000フィートを追加したいと思います。アムロの右側を押してください。そしてアルト CSTR と書かれた部分にコードを入力してください。入力が終わるとマゼンタ色に変わります。リターンを押してください。これで高度制限を追加することができました。なお高度制限については前にプラスをつけますとその高度以上を飛びなさいといった指示になり逆にマイナスを入れますとその高度以下を飛びなさいといった指示になります。今回入力した何もついていないものについてはぴったり8000フィートを飛ぶといった意味になります。空港近くになりましたのでスクラッチパッドに Enter Dest Data という表示が出てきます。この表示が出てきましたらパフォーマンスを押してください。 Next Phase を押してください。このアプローチフェーズに情報を入力していきます。トランスアルタテュードについては日本を飛ぶ場合 14,000 を入力してください。今回着陸する広島空港のミニマム高度を設定いたします。広島空港の ILS-10 はオートランディングに対応しているためもしオートランディングを使って着陸したい場合は NO と打っていただきレディオの部分に打ち込んでください。オートランディングを使わずに着陸したい場合はミニマム高度は1272フィートとなりますので1272と打った後バロに値を入れてください。リアルウェザーを使っている場合残りの情報を入力するためには天気を取り寄せる必要があります。 MCD メニューを押してください。圧を押してください。 AOC メニューを押してください。ウェザーリクエストを押してください。そして鮮度を押してください。天気のリクエストが送信されました。 AOC メニューに一度戻ってください。真ん中の画面にカンパニーメッセージという表示が出てきました。レシーブドメッセージを押してください。メターを押してください。これで天気を確認することができます。広島空港のメターについてはメター RJOA と書かれた下の部分を参考にしてください。プリントを押すことでフラップ下側にあるプリンターから紙が出てきます。紙を左クリックで触るとスロットルの下側に紙が出てきます。この紙を確認しながら残りの情報を入力していきます。
もう一度パフォーマンスを押してください。ネクストフェーズを押します。 QNH に気圧を入力いたします。今回紙に印刷されている気圧については1021ヘクトパスカルになります。日本の場合は気圧を水銀柱インチに置き換えて管理しています。よってこのヘクトパスカルを水銀柱インチに変換します。簡単な変換のやり方です。副コード系の真ん中を押してください。そして先ほど確認した1021ヘクトパスカルに合わせます。 30.16 ということが分かりました。これを QNH に入力いたします。 30.16 または3016を入力することで QNH に気圧が入力できます。次に温度を入力いたします。今回入力する温度については27度となります。27を打ち込んでテンプに入れてください。最後にマグウィンドに風の情報を入力します。今回の風の情報については風向きが測定できない VRB で風の強さが3ノットとなっています。風の方位を打った後スラッシュを打ち風の強さを入力してください。入力が終わりましたらマグウィンドの左側を押してください。着陸空港が近くなりましたらパフォーマンスを押していただきアクティベートアプローチフェーズを押してください。コンファームアプローチフェーズを押すことで着陸用のパフォーマンスページに切り替わりエンジンの出力をゆっくりと下げてくれます。あとはこのまま空港に着陸してください。 A3 に NX のフライトプランの入力のやり方についてご紹介をいたしました。入力のやり方を覚えていただき自由に空を飛んでいただければと思っております。本日の動画を終了したいと思います。それでは良いフライトを。